はい、どうもチョブリです。てことで皆さん、普段こんなお悩み抱えたことあるのではないでしょうか。いや、これチームスタイル、ショートカウンターもいいし、ロングカウンターもいいし、いや、どれを選べばいいんだと。いや、これ試合中にショートカウンターにもロングカウンターにもしたいし、いや、これね、自由に変えたらいいのにな、そう思ってる方結構多いんじゃないかなと思います。今日はですね、そんな方にとっておきの超優秀監督をご紹介していきたいと思います。ってことで、その監督は、はい、こちらインザーギですね。ご紹介していきたいと思います。いや、皆さん、お前これサムネで釣ったかとね、思っている方多いんじゃないかなと思います。これ釣っておりませんということで、ガチでね、僕このインザーギ監督は今現環境で一番最強なんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、理由はですね、ちょっと皆さんね、監督について改めて見ていければなというふうに思うんですけれども、こちらですね、監督の方を見ていくと、例えばね、このシャビ見ていきましょう。シャビを見ていくと、もちろんね、皆さんご存知の通り、このポゼッションがね、8-5ということで、このポゼッションを、まあ、こう得意なチームスタイルとするね、監督かなというふうに思うんですけれども、このシャビ監督ね、ポゼッションが8-5なんですけれども、ショートカウンターは70まで使えるんですよね。逆を言うと、ロングカウンターの適性は18しかありませんということで、これがね、例えばじゃあ戻っていって、このアルツさんにすると、はい、こちら、ポゼッションが85、ショートカウンターは71、サイドアタックは73と。そして、デュエルを見ていくと、こちら、ロングカウンターが70で、サイドアタックが85。そしてまた戻っていって、こちら、ピオーリを見ていくと、はい、こちら、ショートカウンターが85のサイドアタックが75。そして、テンハグを見ていくと、ロングカウンターが85、サイドアタックが70となっております。そんな中で、このこちらですね、インザイン監督見ていくと、はい、ショートカウンターが85、ロングカウンターが70と、ということで、このショートカウンターとロングカウンターが、まあ、唯一どっちもね、70以上の監督なわけなんですよね。で、皆さんこのインザーギ使うってなると、やっぱりこのショートカウンターをね、使う方が多いんじゃないかなって思うんですけれども、僕ですね、これロングカウンターでもいけるんじゃないかってことで、これ試合中とかに変えてみたんですよね。そしたらこれ全然いけるぞということで、これ試合中にね、最初ショートカウンターで戦って、こう点数をね、取って、相手よりこれ優位に立った時に、こうロングカウンターに変えて、こう守備をめちゃくちゃ固くしていくみたいな、まあその戦術がね、僕結構こう数試合使っていて、かなり良かったんで、ちょっと今日はね、まあその戦術を皆さんにご紹介していければなと思います。これインザーギだけじゃなくて、ほんとこのシャビとかでも、例えばこのポゼッションとかね、ショートカウンターが好きな方は、こう例えばショートカウンターで最初使って、転生したらこの得意なポゼッションに変えるとかね、そういうのもありなんで、この各監督ね、どれでもできると思うんですけれども、僕はこのインザーギですね、ショートカウンターとロングカウンターができる唯一の監督ということで、マジでこれね、ロングカウンターにしてみても若干走行速度が下がるんですよ。これ下がるんですけど、見てくださいね。こんな感じで、下がるんですけれども、チームパワーとかもね、全然やれるんすよね。なんで僕はこれ逃げ切りたい場面とかでローンカウンター使うのは全然ありなんじゃないかなと思います。もちろんね、こうショートカウンターがこうやって試合中に戻すもありだと思いますし、まあこの70っていう数値ね、もちろんね、多少は能力下がってしまうんですけれども、体感僕はマジで全然やれたんで、まあ一応ね、今日はこういう戦術もあるよということでご紹介していきたいと思います。てなわけで今回はこのインザイン監督を使って、まずはショートカウンターで戦っていって、こうリードしたローンカウンターを使って、しっかり守備をして守っていくみたいな、まあそういう戦術を実際に試合でやっていけたらなと思います。てことで早速ですね、このインザイン監督使って試合の方やっていきましょう。はい、てなわけでマッチングしたのでやっていきましょう。まず調子ドンということで、オリベリが絶好調ですね。今回この4-2-2-2の 2OMF でやっていきたいと思います。で、ベンチメンバーこんな感じ。おー、めっちゃ調子いいな、これ。どうしよっかな。江藤を使っていこうか。江藤と、うわ、メシ使いてえな、これ。まあ、カカとかこれ後半からいきますか。スナイデルも調子いいやん。これめちゃめちゃみんな調子いいんですけど、まあ、一旦これで先発をやっていきたいと思います。で、お相手の方がこちらですね。お、4-1-2-3ということで、セパン型ですね。はい、てなわけでやっていきましょう。よろしくお願いいたします。ということで、まずはね、先制しなくちゃ話になんないんで、まだ先制して、そっからローンカウンターでしっかり守っていくみたいな感じでやっていきたいと思います。これリベリーナイス、いいですね。したらここ縦当てて、この戦術ね、僕も数試合使ってるんですけど、マジでね、結構強いぞ。イフトボリーグでもね、勝ってるんで、ここメッシ、いやー無理か。まあ普通にね、ディビジョン1体で通用してるんで、
やれるんじゃないかなと思ってるんですよね。ここをスナイデル来た、ここからここ使っていく、でサラーが落ち着いてターンして、おナイス、右足いける、いや左、いやナイスアートスピン。早速先制したんでやっていきますか。そしたらね、こっからこのチームスタイルをローンカウンターに変えていくと、こうやってくると若干ねこんな感じ、そこで下がるんですけれども、マジでそこまで違和感ないですからね。まあ開始8分になりますけれども、しっかりと守備して守りながらやっていきたいと思います。ここはしっかりとナイスデブリ、いいですね。まあ、ローンカウンターにすると、全然守備面変わってきますからね。攻撃は若干難しいんですけど、まあ、攻撃も慣れる必要性はあるんじゃないかなと思います。ここ、そっちじゃない。ミスってる。あ、ある。裏。オフか、これオフだ。やっちゃった。で、逆にこれで点取られたら、またショートカウンターとかに戻すっていうのもありだと思うんで、結構この使い分けできるんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、2点取ったらローンカウンターにするぐらいで僕はいいんじゃないかなって気もしてますね。ナイス。ここ、いいね。リベリじゃねえ。スナイデルから。うわぁ、無理か。こういう時もしっかりこう下がってきてくれるからいいよね。AI がね、こんな感じで前に行くんじゃなくて AI が下がるから、ほんとローンカウンターはね、守備しやすいだから、どっちも使いたい方はね、本当にいいと思います。この使い方はまずいな。頑張れ。ナイス。ピエラ。下こう使っていって、で、下、使える。おー、引っ掛けるか。マジでそこまで違和感ないんだよな。こう、スナイデルから返して、ナイス。で、ここ中使っていきたい。はい、ここ落として、で、こっち展開。ナイス。で、メッシ、今回いけそう。はい、いける。いやー、マジで今、ありそうだったよね。頑張れ、冨安。ナイス。この守備面ですよ、これ。ほんと、ローンカウンターすると、めちゃくちゃ硬くなるからね。ここ、スナイデルから、はい、こう、ビーラーで縦当てて、まあ、攻撃のやり方が変わってくるんで、そこは若干違和感感じる方いるかなと思うんですが、ここ、ナイス、いける。サラ、落ちてターンして、こっち、うわー、マジか。虫やら下がってきた。ここも頑張って、帰ろうか。いける？ナイス、いいね。で、横、ナイス。で、ここ繋いでいって、パティ1回当てる。で、ここ使って、サラー、ダブタ入れて、はい、いいね。で、はい。いや、サラー強すぎない？これ、ローンカウンターでも全然やれるんよな、マジで。サラー使用感めちゃくちゃいいね。2対0ということで、この中で守備もしっかり守りつつ、いけると。ここ、ナイス、ピエラから、ここ使って、いや、いい感じ。カイルウォーカーからまたビエラ。で、横パー繋いで、落ち着いて繋いでる。はい、今回。いや、3対0です。めちゃくちゃいい感じでやれてるよね。ローンカウンターもね、まあ普通に攻撃もやりやすいからな。お、いける？いや、きついか。ローンカウンターも慣れればね、いいんですけどね。まあやっぱりショートカウンターのやりやすさはあるけど、まあできなくはないですよね、全然。リベリーナイス、いいね。いけ、ないか。したらこの守備ですね。AI がこの下がってきてくれるのが、まあ全体的にマジでめちゃくちゃいいんだよな。こう切りながら、ほら、めっちゃこれ、守備硬くない？この、特にこの 2OMF とかね、相手がパス出すとこれないみたいな感じになってるっすよね、こんな感じで。これ、いいね。メッシュのドリブルを、止めれない。これ止めるならきついけどね。頑張れ。取れない。強くない？いや、危ねないっす。今のはシンプルでも守備どうこうじゃなくて、メッシが、ちょっとこれ、蹴ってくんだ。怖っ。OK, ナイス。これ前半終了かな。こんな感じ、スタッツを見ていっても、相手シュート1本で、こっち4本を捨てるんで、まあ、しっかりね、点を取って守れているっていう証拠なんじゃないかなと思います。はい、てなわけで、先ほどの試合ね、後半あれでやっていっても、とりあえずまあ、ローンカウンターで試合していくだけになってしまうんで、ちょっとね、もう一試合やっていきたいと思います。この試合も、まあ、とりあえずリードするまではショートカウンターで戦っていって、リードできたら、ローンカウンターで変えていくっていう感じでやっていきたいと思います。この戦術で結構僕、ありだと思うんですけどね、いけそう。チェクチェン来た。今回はい、また早速開幕で決めましたけど、まあこうどうするかな。これしたらまたローンカウンターにするか、またすぐ決めちゃったんですけれども、ローンカウンターにしていきますか。そうしたらローンカウンターに変えてやっていくということで、結構ね、割とマジでこれ強いと思うんだよな。まあ2点リードぐらいでもね、さっきも言いましたけどありかなと思うんですが、まあローンカウンターやっていきましょう。まあローンカウンターでもこの監督でしっかりね戦えるよっていうことを証明するのもね大事なのかなと思います。ここムアッペナイスで一回下げよう。そしたら裏中使おうか。でここ当てていけ、あオフかな、ないか、いける、いや無理か。ビーラでしっかりマッチアップして、うん、ナイス、スナイデル。そしたらここ縦当てる、いいですね。でここ足元当てれねえか、マッチアップ。この守備ですね、しっかり下がってきてくれるみんな。で、ブロックを組めるのマジでいい。ここをしっかり下げて、ここもこんな感じでアグレッシブにね、ディフェンダーが出ていかないんで、あそこいいっすよね。はい、落として。で、ここ使えない。やばい、ちょっと突っかけすぎだな、マジで。頑張れ、ビエラ。うまい、頑張れ、スナイデル。ちょっと、ナイス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 。下、ここ使っていく。やっぱりこの最後の最後の守備の硬さありますね。ここ、ムワッペから、さあ展開していかない。こっち行こう。ナイス。で、足元当てて、ターン、マラドーナ。いけそう、これ裏。はい、いいボール。神ボールすぎじゃね？止めんの？神キーすぎだろ、そして。はい、ダブタ、コンカ。いや、
マラドーナのボールめちゃくちゃ良かったけどね。ロベカルからいける、来た、シェフチェンコ、オッケー、ナイス。いやこれ結構強いね。このグラウンダーパスでのクロスとかこのスルーパスのクロスもね結構入りますからね。いやかなりいい感じではないでしょうか。2試合連続ね。コムアッペからカマラさんスライドドリブルしていってエッジターンしていこう。はい、うわーマジか。カウンターしっかり守っていきましょう。ロンカウンターなんでこういうところもしっかり守っていきたいですね。うん、ビエラに行かせようか。ビエラ行かせてマッチアップして、いや強っ、うまい、頑張れ、ナイス、帰ろうか。メッシからこれカウンターですね。ロンカウンター行きましょう。当てて、これいける、ムアップ裏、ナイス、いいですね。全然やれるようなマジで。はい来た、はい、でこうついてこのコンカと、オーケー。いや全然ロンカウンターでもさマジでやれるんすよ皆さん。これインザーギーでも全然マジ強い。まあこれ頻繁に使わなくてもね、ほんと最後の最後でね勝ち切りたい時とかに使ってもいいと思うんすよね。こうリードした瞬間ではなくて、本当に最後の10分20分とかだけでも、まあこうロングカウンターでしっかり守備守るみたいな、結構相手もね相手にやりづらくなるんじゃないかなと思うんすけどね。これやばい、これ待って、あぶね、ナイス、ムアッペ勝てるからナイス、取れ、やべえマジか。これロングカウンターしっかりと守備ボランチ下げて、ね、変わらずやっていきます。ショートカウント変わらない守備方法ですね。基本的にボランチをしっかり下げてこうやって守備をしていくと。さてあって、うわここもね突っかけちゃうと本当ダメなんだよね。これ突っかけてると永遠に攻められるから、頑張れ、うまっ、これマッツ、あナイキーすぎ、ナイス、マジで結構攻められてんな。マラドーナから縦当てて、前半あるぞ、これ前半ラストあるぞ、来た、マラドーナゴー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 、いける、マラドーナ強い、いや冨安の強かった、まさかの切断で勝つことができました。はい、てなわけで皆さん、今回このインザーギを使ってこのチームスタイルショートカウンターローンカウンターを使用していったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあいろんな意見あると思うんですけれども、結構ね僕やれると思ってるんで、ぜひ皆さんもね一度試してみていただければいいんじゃないかなと思います。最初にも話したんですけれども、これほんとインザーギじゃなくて、もう例えばこのアルテタってこのねポゼッションとショートカウンターとサイドアタックを使うみたいな、こういう使い方もできますし、このピオーリ監督でショートカウンターとサイドアタックを使うみたいな、そういうやり方がね僕可能なんじゃないかなと思ってますので、ぜひ皆さんもね一度試してみていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はチームスタイルショートカウンターとロングカウンターを使えるめちゃくちゃ強い監督インザーギということでご紹介していきました。こんな感じでグッドボールの方が毎日投稿してますので、ぜひよろしければコメント高評価チャンネル登録もぜひぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃねー。